フェブキソスタットは、ヒプリン型のキサンチンオキシダーゼ阻害薬である。痛風、抗尿酸血症、または眼科学療法に伴う抗尿酸血症の治療薬として、テイジンファーマーが開発した。欧州、米国などに続いて、日本でもフェブリックとして2011年1月に承認された。尿酸酸性を抑制し、痛風発作を予防する。 キサンチンオキシダーゼは体内で尿酸を生成する酵素の一つであり、この働きを阻害することで尿酸値を低下させる。先行薬であるアロプリノールとの比較臨床試験の結果、フェブキソスタとはアロプリノールより強い尿酸値低下作用を示した。痛風発作と痛風結節面積に対する抑制作用は同程度であった。メルカプトプリン、または アザチオプリンの代謝酵素である、キサンチンオキシダーゼを阻害して、骨髄抑制等の副作用を増強する可能性があるので、併用は近畿である。重大な副作用として、添付文書に記載されているものは、AST、ALT 等の上昇を伴う、肝機能障害と全身性皮疹発疹等の過敏症である。発現頻度はいずれも不明である。フェブキソスタットでは、 ステージ3の CKD を伴う、抗尿酸血症患者を対象に、腎機能低下抑制効果の検証を目的とした2年間の薬剤投与によるプラセボ対象20盲検比較試験が実施されており、主要評価項目である水産子宮体の過量の1年あたりの変化量に、プラセボと比較して有意差が見られなかったことが学会で発表されている。ありがとうございます。